そうですね、今年はね。やっぱり軽いのとこの操作しやすいのがいいですね。マシン乗り始めてまだ受け取ってからまだ1ヶ月経ってない。1ヶ月経ってないですね。乗ったのは3回ぐらいですね。それでも大丈夫。多分ね、スタートがねちょっとキックが一発でかけられるかどうかがちょっと不安が残るんだけど、まあ、そこさえクリアできればいいかな。まあ、あとはエンストさせないようにいかに走るかっていうところなんだけど。で、今回というか今年はなんか鈴木健二さんがスタンバックしてるみたいな、うん、ああそうですね、やっぱり盛り上げ役としてはかなり一番手なんで、やっぱりそういうみんな引っ張って盛り上げる人がいないとなかなか大会自体がね盛り上がらないんで、ちょうどいいことだと思います。その中で石井さんどのようにシーズン走っていきます？俺はだから、まあ、なるべく新しい試みをして、まあ、今回バイク変わったんで久々に気分一新っていう感じで、まあ、バイクの方もちょっと徐々に作り込んでってなんかみんなの参考になるような形ができればなと思ってますね。そうですね、はい、今年は、はい、KTM でチームは KTM 埼玉なんですけど、まあ、今年1年この体制でやっていこうと、はい、やっていくことになりました。全日本エンデューロも JNCC もこの体制、一応オンタイムのレースはまだ決まってはいないんですけども、一応 KTM では出るっていうことは決まってますね、はい、JNCC はこの体制でいきます。はい、でもうアメリカから帰ってきてそのまま来たような感じだと思うんですか？そうですね、昨日着いて準備してきたっていう感じですね。もう体は疲れてます、疲れ切ってます。はい、他のライダーにも付け入る隙がいっぱいあるということですか？まあそうですね、けど今年はね、バイクもすごく、KTM 埼玉ので準備もメカニックもついてくれるんで、もう走るだけの体制なんで、もう体制的にはすごい万全な体制なんで、もう全開できます。はい、そうですね、今年走るみたいなんで、まあすごい楽しみではいますね。はい、その辺はもう楽しみということで。まあそうですね、去年ね1回負けてるし、まあそうですね、まあまあ一緒に走る機会もねあんまりないというか、せっかくの機会なんで、はい、いやかなり楽しみですね。はい、まあ、今シーズンはもちろんナンバーワン、はい、まあそれはもちろんですね、はい、KTM もこうやって契約している以上もう一枚以外はないと思ってるんで、はい。